皆さんこんにちは、ムチョと申します。今度は守護馬バイオメジャーがヨーロッパで偉業達成ということでですね、いや今年は本当にヨーロッパでの日本馬の活躍っていうのが目立ちます。ディープのオーギュストロダン、ハーツのコンティナシスに続きまして、今度はダイヤメジャー3区がやってくれました。まあしかもね、それがちょっと日本でのダイヤメジャーの印象からは全く想像できない活躍ということで、いやー面白かったですね。なんとこちらのダブルメジャーさんがですね、これまでも 3000m の重賞勝ちとは決めておりましたけれども、ついに今回ロイヤルオークション 3100m にもなる G1 っていうのを7馬身差で圧勝と。いやこちらはフランスにおけるセントレジャーみたいなレースになりまして、いやなんとまさかのですね、ヨーロッパにおいての長距離の歴史的レース2つを日本勝馬の3区が勝利したっていうことになりました。いやしかも今回はバリバリの不良馬場だったようですからね、3分35秒なんて言ったら、これよりも距離の長い天皇賞春よりも約20秒遅いわけですから、まあやっぱりヨーロッパの中で言ってもね、相当過酷な舞台であったことは想像できるわけですけれども、まあその条件でダイヤメジャー3区がこんだけ強い勝ち方するわけですからね、ちょっと日本の競馬ファンとしては驚きだったところもあったかなと。ちなみにそのレーススタイルとしてはまさにタイトルホルダーのような3100m 逃げ切りですからね、それもよりすごいというか、まあ相当スタミナに長けた馬っていうことはまあ言えるわけなんですけれども、いやそれがダイヤメジャー3区から出るっていうんですから面白いですよね。まあやはりダイヤメジャーといえば日本の印象だと、明らかに現役時代から中距離以下に強い馬、 G1 ガチャ、皐月賞、天皇賞秋、マイルチャンピオンシップ安田記念、それこそ 2400m を超えるようなレースでは勝利っていうのは挙げてなかったわけで、で3区はよりですね、日本においては短距離傾向で、平均距離は今年 1480m と、もうドン・フランキー、チェリフォス、レシステンシアのようにですね、まあ、最近も明らかにマイル以下での成績っていうのが目立つところで、そもそも重賞勝ちで言っても平地では 2000m 以上の勝利っていうのはないぐらいでしたからね、もう現役時代以上に短距離傾向にある3区傾向だったわけですけれども、いやそんなね日本の状況から全く真逆とも言えるですね、ヨーロッパの不良馬場で 3100m 逃げ切っちゃう馬が出るわけですから、ちょっと驚きでしかなかったかなと。まあ個人的にはですね、やっぱりこれっていうのはその時計と関係今日っていうのはやっぱ相当な影響力を持ってるんだなっていうことの、まあ、証明にまたなったのかなと思いますね。日本のねアメリカ馬が配合された馬を凱旋門賞にレースの時だけ持っていっても全く結果は出ませんけれども、こういうヨーロッパタイプの馬を配合してしっかりと生まれからヨーロッパに置いておけば、こういうね全く真逆のような条件で最も強い馬になるっていう可能性もあるということなんでしょう。本場のハーチシュアダンシリハービンジャーでの父としても有名ですけれども、やっぱり3区からはですねヨーロッパの 2400m に強い馬っていうのが続出しております。そして母父レインボークエストはもう最近もねアスクビクターモアのハーチとしても注目された馬ですけれども、凱旋門賞の勝ち馬、3区からもですねまさにセントレジャーを勝つ馬なんかもですね、まあ、出ていたりするわけですね。まあ、ですからこのバリバリヨーロッパのねスタミナに長けたボケとダイヤメジャーの日本らしいスピードっていうのがねうまく噛み合ったことでこういった馬に出来上がったっていう可能性はあるかと思います。まあでもそれにしてもね、ディープやハーツだったらまあ分かりますけれども、ダイヤメジャーでねここまでの馬っていうのはねちょっとさすがに想像できなかったというか、まあ本当ボケの影響力っていうのは想像以上にすごいのかもしれないなっていうのがまあ正直なところですね。まあ本当もうこれでディープ、ハーツ、ダイヤメジャー、そしてステイゴールドと、もう近年トップをね走り続けたサンデー系がヨーロッパでの活躍が顕著な状況になってきましたね。まあ本当サンデーの力をするべしといったところですね。そのスピード力にさらにスピード力を重ねれば日本で強い馬が出ますし、ヨーロッパ馬をつければスピードとスタミナいいバランスの馬が出ますし、まあ本当、まあ、ついでにアメリカでも BC を勝つような馬まで現れるわけですからね、ここまで世界的にビッグレースを勝つ馬を出す系統っていうのもね、いや相当限られるんじゃなかろうかと。まあそういった馬がね日本に来てくれたのは本当に今となってはすごいことだったなと思います。今後はね
ディープの後継たちがまたヨーロッパで活躍したり、ハーツの子はね、吉田というアートの本場アメリカでもね活躍できそうな馬もいますし、あとはもちろんね国際派サイヤハットトリックさんがアメリカ、ヨーロッパ他各地で後継っていうのを残しておりますので、まあ、間違いなく血を残し続けてくれることでしょう。あとは金亀系もですね、巻き舌とそういう国際的な活躍を見せる、まあそろそろ出てくるんじゃないかなって思いますけどね。本当は三滴に負けじとね頑張っている知事ですし、まあそれこそロードカンナロアはオーストラリアで後継が頑張ってくれるっていうことになるでしょうけど、まあそれこそキングマンボっていう意味で言えばヨーロッパ的性はさらに高い馬がいてもおかしくないでしょうしね、まあ、ルーラシップドゥラメンってあたりからもねそういった舞台で活躍する馬が出てもおかしくはないと思うんですけれども、ちょっとそちらでも期待したいですね。まあでもやっぱそういう状況になる上では結構海外からのね繁殖が来てくれるかどうかっていうのも非常に重要なことで、当然ながら今回の馬っていうのもディープ用に持ってきた繁殖がなくなったということで、まあダイアメジャーを透けて、まあ、帰った例っていうことになるでしょうからね。まあコンティニュアスも同じパターンでハーツをつけて戻ったわけですけれども、まあですからまずはそういったね、もうクールマーさんや他の海外の方がね、つけたくなるような日本商売の誕生に期待したいところで、まあそういう意味ではね、もうイクイノックスなんかさすがに世界レベルの評価になったかと思いますし、北サンブラックをねつけるとかってなっても良さそうですけど、ただやっぱ海外に現役時代行ったことがないっていう馬はね、ちょっと若干つけづらいところはあるのかもしれないですね。特にやっぱディープやハーツクライっていうのはヨーロッパでも一定の結果を残した上でのっていうところもありましたんでね、いくら日本で商売成績を残していってもそういう現役実績がある馬ってっていうことも条件になってくるかもしれません。そうなるともうやっぱりイクイノックス自身とかしかないですかね。ドバイ勝ってればやっぱ若干の日本だけじゃない適性っていうのもある程度証明したことにはなると思いますんでね。まあでも実際世界からの注目度も凄まじいっていうのはすごく感じますけどね。だからこそイクイノックスは来年走るのかとか、塩梅ではいつなんだっていう質問がね太田さんに飛んだりしたんでしょうから、まあもうそれこそね 2000m を1分55秒で走る馬っていうのを見逃すはずはないと思うんですけどね。まあそんな夢も今から期待してしまうところです。ということでね、まあちょっといろいろ話はつれましたけれども、本当日本の商馬たちのヨーロッパのビッグ G1 の勝利っていうのが目立つ、しかも長距離っていうことで、まあなかなかね想像のできない活躍っていうのが見られて最近は楽しいですね。またさらなる想像を超える活躍に期待しましょう。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。